ス見えてきた。見えたよ。そうだしさ、ハウステンもさ、うん、1年に最低でも1回は行ってない。そうなんですよ。多分去年も行ったやろ。なんでそんなに行くの？分かんない。好きだからです。一応何回ぐらい行ったかな。多分もう10回は行ったね、トータルで。10回ぐらい。うん。今ようやくあのホテルの荷物を預け終わりました。めっちゃ時間かかった。そう、こんなにさ混んでたこと初めてだもん。犬見ながら待ってた。犬見ながら待ってた。うん、なんかどうやらね、我々のハウステンボスがみんなに知られてしまったようだ。多分今日は人が多いけど、まあ、それでもね、我々ハウステンボス慣れてますから。ハウステンボスを楽しむ方法してるもんね。何回も来てるけど。すごい並んでる。入場まで大変だ。なんかチューリップのキャラクターおる。なんかさ、見た目なんか変わってない。そうね、なんか可愛らしくなったよね。ようやく入場だ。すっちゃんバラ咲いとるで。ママがね、1年で一番楽しみにしているバラ祭りの季節です。でもなかなかね、この時期忙しくて行けないことが多くて、やっと今年来れました。見てください、めっちゃ綺麗。まあ、ここはねまだ入場口なんで、中にねもっと綺麗な場所があるので、今から行きたいと思います。何何？いや、これ友達のお土産にして帰ろうかな。あ、可愛いかもね。結構いろいろある。ボールに。本当だ。ボールにさ肉球がついててめっちゃ可愛い。可愛い、めっちゃ。本当だ。この辺がねテーマパークって感じやね。おお、バラ咲いとるぞ。すーちゃん前来たの覚えてる？覚えてない。じゃあ今からすっごい綺麗なとこ案内する。おお、なんかあら、あー素敵だ。いいやん。なんか書いてある。え？何これ。あ、なんだろうね。あ、すーちゃん、これがさアンジェラっていうバラなんだけどさ、うちの庭にもあるの知ってる？え、知らん。なんか咲くないもん。いや、あるよ。うっそ、あったの？あるけど、こんなに綺麗に咲いてない。やっぱ手入れの仕方やね。いや、だってさ、このアンジェラを見て、あのママはさ綺麗だなと思って庭に植えたんだから。いやいや、うちの庭にあるって。光のカフェ&バー。でもあそこね、お酒だからね。コーヒー、あれコーヒーもあるけど、じゃあご飯食べ行こうよ。お腹空いてきた。じゃあこっち、こっち側、こっち側。だってまだ二十歳じゃないから。二十歳になったと思うよ。うん、でもお酒苦手だったんですよ。苦手な方があまりお酒のお金かかんなくていいんだろうか。人生どっちが楽しいんだろうね。お酒ってさ、飲まん方が体にいいって聞いたことがある。でも多少ならね、一日一杯とかで楽しいぐらいで飲むのがいいんじゃないかな。うん、だから何とも言えんね、どっちがいいとは。どっちも楽しいんじゃない。おペペ好きやね。おペペ大好きやね。毎日飲みよう。ね、あそこ入っていい？いいや。うわ、バラの時にご注意くださいって書いてある。本当だ。バラの時にご注意ください。バラってなんでトゲがあるやろ。それ美しいからよ。え、市長のさ、これのさ、白いやつ紛失したもん。そうだ、今日さ行く前にさ、あ、ちょっと邪魔になるけん、こっちで話そうか。
今日さハウステンボス行く直前になってさ UV カットパーカーがない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 。だってさ昨日まで普通に家にあったんですよ。それがさ出る直前になくてなくなったあ、まあ、うちだとさ結構あるあるだよね。なんでなくなるんやろ。今日はなって昨日さ、昨日さ、玄関に置いたとや、置いたとや、うん、それで玄関に置いたものがなくなってしまったんだよ。うん、あーめー、暑すぎて喉乾く。じゃあお昼ご飯にしよう、うん、もうだいぶ時間遅いもんね。ああ、これ前の流しそうめんのやつやん。あ、これ多分ね、イルミネーションだね、うん、流しイルミネーションどれにするこれ全部美味しいよ。おい、なんともちゃいこんなかやったら。そうだな、長崎名物はトルコライスよ。海鮮丼食べに行こう。わ、すごい、これ本物？本物だ。すごいね。どれだ？これ？豪華でございます。まあ、贅沢するか。これさ、なんて書いてある？魚一。これはさ、読めるんだけど、うん、これ習ってない気がするやけど、なんで読めるかよ。なんで読めるん？アニメで見た。鬼滅の刃で、うん、上限の1の1やね。ああ、美味しい。汁自体は一緒ですけど、これもさ、あ、入ってない。よっしゃ。はい。終わりました。食べられるよ。すごい。はい。以上です。はい。めっちゃ美味しい。いいね。木村長官どうですかこの景色は。いいと思う。よかったです、喜んでいただけて。今からアトラクションタウンに行きますぞ。なんか初めて見るものが。すっちゃんそれに興奮して走って行ってしまった。混んでる。え、何分待ち。お待たせしました。手すりやハンダラース鍵をつかまりください。でもさ結構1回あたり大量に入りそうだけど。では30分待ちだけど頑張って待って乗ります。お待たせしました。それでは皆さんこんにちは、はい、日本初の3階建てメリーゴーランドスカイカルーセルへようこそ。お子様連れのお客様にお願いです。よいしょ。すごいね、めっちゃ気持ちいいわ。楽しい。うん。おー、なんかいいね。キメラ長官も VR しました。うん。てか この角度だとお客さんが映るな。他のお客さんが映るとあれだな。やばい、ママ。あのさ、メイク直しをしたいんだけど、あのメイク用品をホテルのさバッグに入れてきちゃったの。でもさっき預けたからメイクなくできなくて。やばい、ママ顔。もう編集したら、いや編集でも何もできないかもしれない。見て見てこれ、わ、かわいい。楽しかったね、うん、じゃああのさホテルにさまず行かないとさ、ママのじゃあ一回ホテル行くか。そうそう、ママのメイク直さないとさ、今多分すごい川で映り続けてる。うん、鳥がおるね。もうアジサイ咲いてる。咲いてる。ここがね、アジサイの季節になるとね、もうここがバーってアジサイロードになるからね。あとはしかない。もう
当よね。さて、ホテルにチェックインしますぞ。なんと初めての最上階です。部屋違うんかな。かざした状態で、で開けて、開けれない、うん、あれ、うん、あれ443よねこれ、うん、ここ開いた、よいしょよいしょ、やっと入れた。あ、なんかめっちゃ広い。え、すごい広い。玄関だけだね。ほんと、あ、すごい可愛い部屋、可愛い、なんかファミリールームみたいな。これ靴履いたまま入っていいかい。あ、でもなんか気持ち悪いけど脱いとく。靴履いたままでもいいけど脱いときたいまま。っていうかさ、玄関ないんですけど、まださ荷物が届いてない。ほんまや、どうしよう、ママの顔直せないんだけど。じゃあ届くわね。うん、うん、部屋紹介しよう。そうやね。あ、でもとりあえずまず手洗おうか。さあ、じゃあ、うん、一回荷物置いて手洗おう。よし、手洗ったね。いくよ。うん。じゃあまず、こっから玄関みたいなところから。はい。なんかさ、ここにさ、穴があるとよ。これは、不審者が来た時に、ここから覗いて警戒ができます。ちょっと覗きたいけど、見えない。その隣の扉は？これなんだろうね。トイレだ。トイレこんな感じ。綺麗。うん。めっちゃ綺麗です。こんな感じ。そして次は？ここ。ここは洗面台。お。と鏡。ふさす鏡があるけ。なんかさ。うん。めっちゃ無限にいる。本当だ。あっちにもこっちにもいます。で、アメニティはね、こんな感じかな。結構しっかりある。そして、奥の扉は？あ、電気つけて。お、どんな感じだろうか。ここにもね、洗面所あって、うん、お風呂、入ってみる。うん。で、カーテンが。はい、見せられません。よいしょ。そして？クリアに近い。こんな感じ？うん。こんな感じだね。これなんだろう？ん？スキンケアセットがある。なんかさ、鏡こんな感じやん。うん。こういうことすると悪魔が出るって聞いたんだけど、出てなくない？よかった。ここは天国だから悪魔なんか出ないよ。天国なの？そうよ。え、じゃあ主張とおかめ死んでるってこと？私たちは天使のように美しいってこと。じゃあ次のところ行こうか。ベッド、はあ、疲れたね、うん、じゃあこれでちょっと妖怪のようなままですけどやばい、うん、やばいね。絶対やろ、うん、いやこれはね仕方ないですよ。メイク直しができなかったからなんですよ。あ、なんかこの景色初めてかも。今までパーク側しか泊まったことなかったから、あっち側も夜になるとまためちゃくちゃ綺麗そう。あのさ、あそこに飛んでる鳥の名前どうする？じゃあトリタ。トリタにしよう。うん。じゃあトリタバイバイ。バイバイトリタ。めっちゃ気持ちいい。いい感じ？てか沈んでる。まあ、結構高級そうなソファやね。マッキー、ちょっと休憩する？じゃあちょっと休憩しようか。荷物がね、無事届いたんで出発します。スイーツをね、食べに行こうと思います。チーズケーキ、アニーおばさんのチーズケーキ、このね、お店のやつ、焼きたてが食べれた、うん、うん、おいしい、うん、よかったよかった。ここの初めて食べたね、うん、すごい綺麗なところがあった。あ、すーちゃんすーちゃん、ここここすごい綺麗。いけるでしょうか、サムネ。もう何回サムネ撮ってるんだって。いいね、いいね、いいね、いいね。やっとサムネが撮れたかも。よし、オッケー。
どんだけ様の価格が来るのに違う。前でさ、あの雲通ってみる。わあ、空に雲の道がある。でもね、このね、通ろうとしたらね、落ちるよ。地獄の道じゃん。パレスに来ました。あそこにね、見えますかね、あそこに白のバラ園があります。おー、すごい綺麗じゃない。キミラ長官、いかがでしょうか。中入れんの。中、うん、パレスの中、うん、入れるよ、うん、バラ見よ。まずバラ見に来たんだって。はい、バラ見たよ。いや、ママ、ちょ待ってよ、ママの楽しみを奪わんで。バラ見ましたけど。いや、ママ、見るの意味が違う。もっとね、じっくりね、鑑賞するの。ただ一目見るだけじゃないの、鑑賞なの。あ、あっち行こう、あっち。はい、じっくり見た。違うって、違うって。一緒にしよう。なんかそこかしこで、なんかそこかしこで、なんかこうコスプレイヤーさんがおるんやけど、なんかのアニメキャラ。コスプレで OK？ ダメ。なんで？ダメでしょ。なんでよ。なんで？あ、なんかある。綺麗。あ、でもこれ伝わらないな。もう肉眼で見た方がね、断然綺麗。でここだとママもさ、いけるかな。ちょ、スーちゃん、ママ撮ってみて。じゃ、おめめ。どう？うん。ちょっと待って、ちょっとそこで止まって。え、ちょ、どこついてるの。もう、またもうやめろ。顎を映すんじゃない。そういえばさっき話しかけられたね。うん、応援してますって。長崎名物トルコライス。でも別にトルコに関係あるわけじゃなくて、トルコライスとはトリコロール説、かつサフランライス、ナポリタンの3種類をフランス語で3色の意味であるトリコロールと表現し、トリコロールが転じトルコになった。食べきりどうぞ。すごいボリュームだ。これは食べきれるか。お子様用のスプーンの方がいいですかね。あ、いや、普通のスプーンで。大丈夫ですか。はい、かしこまりました。二人で一つでも食べきれるかわからないっていう。すごい、でもお得だね、トルコライス。いろんな味が楽しめる。めっちゃ美味しいね。やっぱりね、夜になってイルミネーションがめっちゃ綺麗。すごい。流しそうめん？虹色の流しそうめんだ。綺麗。バラがね、イルミネーションで光っててめっちゃ綺麗。ずっとね、こっち。ハート？さっき買ったラムネ。今日すごい食べてるよね。やばい。おやつは別の、おやつは別バラ。すーちゃん、別バラがいくつあるんや。いや、来てよかったな、バラ祭り。これが見たかったんだもん。市長、全然感動しないんだけど。美しいよね。うん、美しい。棒読みなんですけど。カエル、あ、本当だ、カエルいる。どこにいるんだろう。バラよりカエルなんだね。さて、ではホテルに戻りますか。なんかさ、うん、なんで、うん、楽しいと時間あっという間なんやろ。早かったね、今日一日。早すぎます。それはママと過ごす一日は早いさ。なんか言ってよ。あー、疲れた疲れた。温泉気持ちよかったね。じゃあ本当にもう今日は疲れたんで、これでバイバイしましょう。